ギターズ・ザ・ミュージアムとは、スウェーデンの梅尾にあるギター博物館である。博物館は梅尾が欧州文化史都を担当した2014年の1月、後半に開館した。博物館の建物は梅尾中央駅の近くにある1904年に作られたレンガ作りの建物で、以前はバッサス高乱小中学校として使われていたが、現在は、 ロッククラブやレストラン、楽器店やレコード店などが入居している。博物館は、楽器店の4サウンドや、ロッククラブのカリンスカが資金を出し合って創設し、両社の合弁事業として運営している。自治体の梅尾コミューンは、建物の改築や改造を行って、企業を支援するとともに、2014から2015年の2年間は、年間240万スウェーデンクローナの、 共同出資も行っている。博物館の収蔵品は1950から1960年代のエレクトリックギターを中心にエレクトリックバスギターやアンプ、エレクトリックギターの歴史に関連するその他の装置が集まっている。収蔵品はミーケルとサムエル・オデン兄弟が1970年代から収集したもので、 博物館が開館するまでは一部しか公開されていなかった貴重な品々である。収蔵品のギターは500本以上あり、ギブソンフライング V やレスポール、フェンダーテレキャスターなどの高級ギターもある。博物館は国際的な注目を浴び、この種の博物館としては世界最大だと言われている。博物館には特別展示室もあり、2014年には開館を記念して、 梅尾大学の近くにある民衆運動記録書の資料を展示した梅尾欧州のハードコアロックの首都1989から2000年展が行われた2014キャピタル・オブ・カルチャーハイライツ・オブ・メイスウェーデンテレグラフリリーブド・6名メイ2014グーグル翻訳ノージス・パラトセット・スコ・リンスカ・フリター SVT2014 年3月14日閲覧 ジッターマジーとスクルーバーアップバリーマン。ウメア2014、セ。2014年3月22日閲覧。ギターズ、ザ・ミュージアム、ウェブ・ザ・ダ。2014年3月14日閲覧。18ミリ KRFR ムジーク・アイ・バショスコラン。メイヨ・コンムン。2014年3月22日閲覧。ジッター・ミューズム・ブリア・エット・ニック・トビサークスメル・アイ・メイヨ。 メイヨ2014、セ、2014年3月22日閲覧。デンヘムリガジターソムリン。ウメア、セ、2014年3月21日閲覧。ギターズ、ザ・ミュージアム・オープンズ・イン・スウェーデン。ブリティッシュ・エアウェイズ、2014年3月21日、閲覧。ワールズ・ラージスト・ギター・ミュージアム。エスクアイア、2014年3月14日閲覧。アミアス、 ハードコアタールプラッツ B ミュージアムベスターボーテンスクリーレン2014年3月21日閲覧ありがとうございます